シャルル・ブロンダンは、フランスの綱渡り市、競和雑誌である。アメリカで巡業し、1100フィートのナイアガラ渓谷を綱渡りで渡ったことで知られた。彼は3回結婚し、子供を8人も受けた。彼の名前は、綱渡りの代名詞となった。ブロンダンは1824年2月28日に、フランス、パイコールドカレー県サントメールで生まれた。出生名は、 ジャン・フランソはグラベレであったが、シャルル・ブロンダン、ジャン・フランソはブロンダン、シュバリエ・ブロンダン、ダイ・ブロンダンなどの多くの名前やニックネームで知られた。5歳の時、彼は、リオンのエコールド・ジムナーズに送られ、軽業師としての6ヶ月の訓練の後、ザ・ボーイ・ワンダーとして、最初の講習出演を果たした。彼は、優れたスキルと、優雅さ、芸の設定の独創性によって、 人気となった。彼は1846年8月6日にマリー・ブランシェリーと1回目の結婚をし、息子、エーメレオポルドを設け、その後子供2人を設けた。彼がアメリカに渡った後のフランスの家族の動向は知られていない。ナイアガラ川を横切るシャルル・ブロンダン1859年、ブロンダンは1855年にアメリカに行った。彼はウィリアム・ニブロに勇気づけられて、 ニューヨークのラベル一座と共にパフォームし、その後あるサーカスの所有者になった。彼は、特に、カナダ・アメリカ国境のナイアガラ渓谷を綱渡りで横断するというアイデアに、名声と幸運をかけていた。これは、長さ1100フィート、差し渡し3.25イン、自らの高さ160フィートで、現在のレインボーブリッジの付近である。1859年6月30日に、 初めて挑戦し、その後何度も異なるパフォーマンスを交えて綱渡りを成功させた。彼はアメリカにいる間に二人目の妻、シャーロット・ロレンスと結婚し、彼女との間に子供5人、エドワード、アイリス、ヘンリー・コールマン、及びシャーロットを設けた。1860年8月23日、彼はアイルランド、ダブリンのポートベロー、 サウスサーキュラーロードのロイヤルポートベロガーデンズの地上50フィートロープ場でパフォーマンスをした。パフォーマンス中にロープが切れ、これが足場の崩壊につながった。ブロンダンは負傷しなかったが、足場にいた労働者二人が死亡した。調査が行われ、切れたロープが調査された。当時、ブロンダンとそのマネージャーのどちらにも責任は返せられなかった。しかし裁判官は、 ロープ業者へ複数の疑問を提した。イベントの主催者であるカービーは、このような事故は二度とあってはならないと言った。ブロンダンと彼のマネージャーの逮捕に対する裁判所発行令状はアメリカに戻っていたブロンダンだが、後の後半に現れなかった時に発行された。1861年に、ブロンダンはロンドンのクリスタルパレスに最初に現れ、 地上から70フィートの中央の浴炉を横切って、張られたロープ1本の上で竹馬で宙返りをした。1861年9月に彼は、スコットランド、エジンバラ、インバーリスローのロイヤルボタニカルガーデンズ当時は、エクスペリメンタルガーデンズと呼ばれていたでパフォーマンスをした。事故翌年である1861年に、ブロンダンはかつて事故の起きた。 ダブリンのロイヤルポートベローガーデンズに戻り、今回は地上100フィートでパフォームした。彼は1862年にも他の一連の公演を再びクリスタルパレスで行い、そしてイギリスとヨーロッパの他の場所でも行われた。1873年9月6日、ブロンダンはバーミンガムのエッジバストン貯スイッチを渡った。1992年に 近くのレーディウッドミドルウェイに建てられた彫像が彼の偉業を記している。彼がイギリスに住んでいた時、彼とシャーロットは子供二人を設けた。ヘンリーとシャーロット・メアリー・ジャネットである。ブロンダンの博士脊色加工岩の精巧な母妃、ブロンダンと妻の白大理石製の彫りのあるメダイオン二つの上に怒りを持っているローブを身にまとった女性大理石像が乗るケンサルグリーン。 共同墓地ロンドン一時期引退した後、ブロンダンは1880年に再び姿を現し、クリスタルパレスでオスカー・バレットが主催するパントマイム、ジャックと豆の木の1893年から94年シーズン公演に主演した。1888年に妻シャーロットは死去した。1895年にブロンダンは3人目の妻、キャサリン・ジェームズと結婚した。 彼女はその年、前半、背中を負傷したブロンダンを看護した。ブロンダンの最後のパフォーマンスは1896年にアイルランド、ベルファストで行われた。ブロンダンは1897年2月22日、ロンドンのイーリングにある自宅、ナイアガラハウスで、糖尿病のために72歳で死去し、ケンサルクリーン共同墓地に埋葬された。 彼の死亡時の遺産は1832ポンドと評価された。未亡人となったキャサリンは若かったものの4年後の1901年に36歳で、癌のために死去した。彼の生涯の間に、ブロンダンの名前は綱渡りの代名詞となり、多くの人が綱渡り師としてブロンダンの名を使った。例えば1880年代にシドニーで、 ブロンダンの名を冠して活動していた人が少なくとも5人おり、その中で一番有名だったのはオーストラリアのブロンダンとして知られたアンディ・レストランジェであった。綱渡りはあまりに人気になったために、シドニーのある住人は、シドニーモーニングヘラルド宛てに、ブロンダンビジネスについて、おりがあれば、どこででも人々が高いワイヤーの上を歩くのを見ると、不平をこぼして書き送ったほどである。 この手紙では、人が子供一人を背中に紐で縛ってリバプールストリートでワイヤーの上を歩いていた剣に着目し、こうしたパフォーマンスは危険であると同時に、通信員の考えでは特に他人を負傷させる恐れがある場合は違法になる可能性があるとした。1869年にボルトンでのパブロファンクのサーカスで綱渡りの女性が落下した事故について報じる気は、 イラストレーテド・ロンドン・ニュースは、綱当たり芸人マダム・キャロラインを、女・ブロンダンと表現した。ロンドン、ノース・フィールズの二つのストリートは、彼の名誉にちなみ、ブロンダン・アベニューと、ナイアガラ・アベニューと命名された。それらは以前は、ヒュー・ロナルズの保育園の敷地の一部であった。シャルル・ブロンダンとして描かれたエイブラハム・リンカーン1864年、アメリカ合衆国大統領選挙の、 選挙運動期間中、エイブラハム・リンカーンは自分を手押し者の中にアメリカにとって重要なものすべてを入れ押し動かして綱渡りをしているブロンダンになぞらえた。1864年9月1日にフランク・レスリー、エスバジェット・オブ・ハムの政治漫画はこの日を取り上げ綱渡り中のリンカーンを描いた。この絵でリンカーンは手押し者を押しながら男性二人を背負い、 一方、ジョンブル、ナポレオン三世、ジェファーソン・デイビス、ユリシーズ・グラント、ロバート・ E ーリー、ウィリアム・シャーマンなどが見物するよう描かれた。ありがとうございます。